ラリーは楽の方々です。今回は阿弥陀如来の制作依頼がありましたので、動画に保存しながら制作の過程を皆さんに見ていただきたいと思います。作品自身は小さな作品ですけど、いろんな思いのこもったしっかりとした表情を持った阿弥陀如来にしたいと思います。材質はヒノキ。仏像を作るのには一番ふさわしい材料だと思います。香りも良く、柔らかさも硬からず柔らかからず、緻密な材質ですので、細かな彫刻もしっかりと彫ることができます。今やっている作業は本体の大まかな形を出す穴彫りと大胆、光背などを形作る前の段階を紹介しています。作品が全部の高さで20センチほどと大きな作品ではありませんので、少しずつ形に破綻が起きないように様子を眺めながら彫っていきます。本体と台座、それと光背、この部分が大まかに形作られたらば、今度は屋内に持っていって、のみと金槌ではなく彫刻刀で丁寧に表情を出しながら、バランスを取りながら彫っていくようになります。今回はカメラの設置具合やアングルなど、なかなか難しい点がたくさんありました。わからないことばかりでしたので、頭が映ってしまったり、手元が隠れてしまったりすることもあると思いますが、その辺はおおらかな心で見ていただけると幸いです。普段の暮らしの中で仏像を彫刻するなどという体験、彫刻を見る機会も少ないと思いますが、日本の中で長い時間をかけて伝わったとても素晴らしい技術、精神世界が込められた作品たちですので、少しでも良い雰囲気が伝えられればと思い、これからも動画を作っていきたいと思います。